ジャック・アミヨ村にあるアミヨの聖歌、ジャック・アミヨは、フランスルネサンス期の翻訳家、人文主義者、プルタルコスの仏訳で名高い、村の貧しい家庭に生まれた。16歳でパリ大学に進学、19歳で修士。1535年、ギリシア語の学識を買われ、ブールジュで国王高官の子息の教育係として迎えられた。 翌年、マルグリット・ド・バロワの中立ちにより、ブールジュ大学で、ラテン語と、ギリシア語を講じる。この頃、ソポクレスやエウリピデスなどのギリシア悲劇を訳し始め、プルタルコス、大比列伝の部分訳が、国王フランスは一斉に評価され、1547年、ベロザンヌ大修道院長に任命された。1548年から4年間イタリアに滞在し、 プルタルコスの原点研究など文献調査に取り組んだ。1554年、ディオドロスの歴史書の翻訳を国王アンリ2世に献上し、その王子、後のシャルル9世とアンリ3世の教育係に任じられた。1559年、大比列伝訳が17年の歳月を経て完成、出版される。1560年シャルル9世の即位とともに、 宮中司祭に、1570年をセールの司教に、就任、貧しい出自ながら、国王の庇護の下で栄達を重ねた。晩年は、ヨグノー戦争で国王側の人間として、攻撃を受け、冷落の一途をたどった。通俗語として軽んじられていたフランス語を宣伝させて、用い、敬遠されがちだったギリシア古典を翻訳、広く普及させた。の位や役職を、 当時のフランスのものに置き換えるなど、本案の側面があり、企業法編集を半ばしたが、フランス文化に及ぼした影響は大きい。主な役業として1547年ヘリオドロス、エティオピア物語、1554年、ディオドロスの歴史書、1559年ダフニスとクロエ、1572年、プルタルコス、リンディロン州などがある。百五十九年に寛役した。 対比列伝は、モンテーニュラに影響を与えたほか、1579年に、トマス・ノースが、英語に重役し、シェイクスピアの古代刺激、ジュリアス・シーザー、アントニーとクレオパトラ、コリオレイナスに生かされた。ありがとうございます。